日清エクスプレスは、阪急電鉄大阪梅田駅の瀬電鉄、日清中央駅間において、平日の朝夕ラッシュ時間帯に運転されている、直通の特急列車の愛称。この、日清エクスプレスという愛称は、公募によって、一路日清、スターエクスプレスなどの多数の応募の中から、選出、決定されたものである。愛称に関されている。 日清は列車の乗り入れ先である、乗せ電鉄日清線や終着駅である、日清中央駅にちなんだものであるが、この後は阪急日清ニュータウンの開発者である、日本生命保険に由来するものである。ここでは、同列車の代替として2017年3月まで、土曜日に運転されていた乗せ電鉄の日清急行についても記述する。 阪急宝塚本線の瀬電鉄明剣線、の瀬電鉄日清線の2車3路線を直通運転している。阪急の通常の特急列車と同様、特急料金なしで利用することができる。また、の瀬電鉄線内においては、唯一の通過運転を行う優等列車である。全列車が大阪梅田駅日清中央駅間で運転され、 7往復設定されている。編成は全列車8両編成であるが、2015年3月21日のダイヤ改正以前は、朝の梅田駅は川西の瀬口駅で、梅田寄りに2両を増結し、川西の瀬口駅梅田駅間を10両編成で運行する列車があった。宝塚本線と妙見線の連絡は、大阪梅田駅。 日清中央駅ともに、川西野瀬口駅3号線に入線し、乗務員の交代後スイッチバックして行う。1997年11月の運行開始当時、阪急宝塚本線には、梅田駅宝塚駅間を結ぶ特急列車が別途設定されており、同線内での停車駅は特急、日清エクスプレスと同一であった。しかし、 2000年6月4日のダイヤ改正以降、本線特急は、停車駅に新たに3駅が加えられる形で、当初の2倍の6駅へと変更され、運転時間帯も含めて差別化が図られた。これにより、日清エクスプレスの名称は、特急列車の愛称よりも、種別としての位置づけに近くなった。特急、日清エクスプレスが、運休日となる土曜日超ラッシュ時間帯には、 大体として、野瀬電鉄内の停車駅が同一である、日清急行、日清中央発、川西の瀬口駅を2本運行していた。日清急行は、野瀬電鉄の4両編成で運転され、川西の瀬口到着後は、改装や普通で、日清中央方面へ折り返していた。なお英語で、日清エクスプレスと示した場合は種別としての、日清急行の方を指す。特急。 日清エクスプレスの英語表記は種別としての特急を指すリミテッド EXP である。平井車庫所属の8両編成が使用されている。なお、上記の車両には阪急用と乗せ電鉄用の列車無線アンテナを装備しており、阪急線形以外はアンテナが2本ある。過去の車両を特急、日清エクスプレス運行開始以前から日清中央発。 川西の瀬口行き、日成急行が存在していた。停車駅は、山下駅と、安蘇屋駅で、平野駅は通過であった。これは、日成急行が、妙見急行と比べて利用者数が多く、上り、川西の瀬口行きは、平野での乗車が困難だったためとされている。1996年から1997年には、 阪急宝塚本線の特急と接続する下り日清中央行きの日清急行も設定され、これも平野駅通過だった。下り日清急行は1997年11月の特急日清エクスプレス設定とともに廃止された。特急日清エクスプレスも当初は平野駅を通過予定だった。 これは前述の乗客数の理由とは別に、当時は平野駅が用地の関係から8両編成対応工事が困難だったためである。結局、地元の反対を受け、1番線と2番線のみ、川西の瀬口側川の踏切脇までホームを8両対応まで延伸した上で、特急、日清エクスプレスは運行開始から平野駅に停車することとなった。 運行開始当初は、8両編成には8000系のみが、使用されていた。土曜、休日臨時ダイヤでの日清エクスプレス2015年3月から、運用に入った1000系日清エクスプレス運行開始20周年、記念ヘッドマークを掲出したのセデン鉄6000系ダッシュ RAILF.JP 鉄道ファン沿線各地にて、臨時直通列車を運行します阪急。 電鉄プレスリリース。京都線のダイヤ改正について阪急、電鉄プレスリリース春の臨時列車運転のご案内阪急電鉄プレスリリース阪急8000、k に特急、日清エクスプレス運転開始20周年、記念ヘッドマーク鉄道ニュース鉄道ファン RAILF.JP。ありがとうございます。